お疲れ様です、皆さん。来ましておめでとう。새해복많이받으세요。새해복많이받으세요。来ましておめでとうございます。そう、メールでは結構ね、連絡取ってるけど、なかなかね、直接話せてないので、久々に。でも何話そうって感じなんですよね。結構ナルタオの YouTube でも今年の目標とか言ってるし、そうね、何話そうかな。去年振り返るのとかもね、なんかナルタオでやっちゃったし。初詣はね、行きましたよ。あ、そう、東京帰ってきました。山口の宇部空港さ、エヴァンゲリオンとコラボしてて。あ、ダジロさん、ありがとうございます。ありがとう。ありがくま。かむさんだ。そう、初詣はですね、そう、あ、で、山口宇部？山口の宇部空港はですね、エヴァンゲリオン尽くしで、なんかすごかったよ。2階の搭乗口の広、なんかちょっと開けた場所があるんですけど、そこに、え、何これかわいい、ケントさん、何これかわいい、あれ違うか、ヨンさん、ケントさんがかわいい、写真やつで撮ろう。エヴァンゲリオンの模型、めっちゃ大きいやつが飾られてたりとか、すごかった。え、かわいい、これ、ありがとう。え、ちょっともう一回行ってから 写真撮りたい。ちょっと写真撮影の時にさ、もう一回ください。もうちょっと、ちょっと投げたいなって思った方は、最後の写真撮影の時にお願いします。写真撮影の時にね、お願いしたいな。おみくじなんだね。なるほど。かわいい、すごい。ね、あとでスクショの時にちょっとください。投げたいなと思った方は。はい。ああ、もう。ありがとタワーもね、来てるね。おみくじ引いた、おみくじがね、大吉でした。大吉でしたよ。で、山口で引いた方は、ごめんね。ごめんね、ごめんね。リラックスしすぎて。え、なんかで、山口で引いた方は、大吉とか書いてないんですよ。そう。だから、なんか生年月日で引くやつで、ね、まあでも大吉だったから今日もいい年、今年もいい年になると思って。あとあれも、何あれ、生年月日じゃなくて、年、えとか、えと血液型、あと星座の3種類が私1位らしくて。だから、蛇年の A 型のお羊座の人が今年は一番運勢いいらしくて。そう、それ1位だったんだ。嬉しい。嬉しすぎる。すごい嬉しかったの、それが。ね。いつもなんかかすりもしなかったからさ、すごい嬉しかった。からよかったーと思って。幸せ、もう幸せ、もう幸せ理科です。 ねえ、去年はね、そう、結構後半ね、悲しいことがね、結構多かったので、なんかレギュラーがね、やっぱ去年の終わりで一気にさ、2つもなくなっちゃったので、
すごい悲しかったんだけど、けど今年は何かしら始まるのかな、なんかご縁があってね、続いたらいいねとは思ってる。そう、いやーかなりね、そうレギュラー番組ずっと欲しくて続いてたから、そう、亡くなったのがすごいショックだったんだけど、けどなんか一気に終わるってことは一気に何か始まるってことだと思うから、それを願って、あとそうそう占いとか大吉だったりしたし、なんか今年はいい年になるんじゃないかなって勝手に思ってる。お賽銭は私は五円玉、ご縁がありますようにってことで、私は必ず毎年五円玉があれば五円玉を投げるようにしてる。根強く C3 待ってくれて嬉しい。 C3 ね、また出れたらいいけどね。あれも結構続いてた時続いてたんだけどね、ちょっとねなかなかね。センター慣れたらいいね。ね。頑張るよ。まあ。あ、心配しないでください。大丈夫です。大丈夫よ。あ、ゆうはんさんとの話か。そう、ゆうはんさん、え、そっからショールームしてないですっけ。ゆうはんさんとずっと運転免許と、なんか運転免許を取るって話を聞いて、でじゃあ取ったら車助手席乗せてくださいねって話をしてて、でそれでなんか旅行行きたいよねってずっと話したから、中吉そう、旅行行きたいねって話をかなり前からしてたんですよ。それで月の末にそう予定があって、なんか本当は一泊二日したかったんだけど、ちょっとねお互いスケジュールが入っちゃって一泊二日は無理だねってなって、何日なら空いてるからまあ何日にしようかって話でその日になりました。いや、ゆうはんさんの運転はめちゃくちゃ良かったです。全然酔わなかった。あと下はナビ頑張りました。そう、次はねゆうはんさんと海行くんだ海の横を走りたいよねっていう、あの海のさ綺麗な景色のところをさ走ってみたいなっていう、車のコマーシャルとかで使われるような綺麗なところ、ドライビングにちょうどいい場所、逆にちょっと教えてほしいかも。そう、行きたいなって。今回はあそこに行った、岩盤浴オロポ初めて飲んだ。オロポを初めて飲みました。美味しいね。なんかさ他のなんか飲み物似てるなって感じ、すごい美味しかった。そうね、角島絶対綺麗だよね。でも角島さちょっと遠いじゃん、関東でない？関東でないかな。そう、オロナミンシーとポカリ、オロポオロポオロポ美味しかった。そう、でもなんかね岩盤浴行ったけど、結果はなんか韓国式のサウナがあって、服着たまま入るんだけど、そのサウナが一番好きで、二人的に一番いいなってなって、そう結果なんかサウナによく入ってたな。え、オロポ知らない人いる？なんかサウナがすごい好きな人たち、サウナを極めてる人たちの中では有名っていうか定番の飲み物らしくて、そうオロポっていう、服着たままっていうのもあれだよ、あの岩盤浴のさよく着てなんか着る服あるじゃん、岩盤浴で、あれ着たまま
なんかね、そう、韓国式の岩盤浴じゃなかったもんね、あれ。韓国式のサウナみたいなやつに入った。韓国のサウナ行ってみたいなってすごいなったな。韓国のサウナはなんかすごい食べ物がいっぱいあって、なんか卵とかコンビニで買えるようなものとか普通に食べれちゃうんですよ。そうだからめっちゃ行きたい。美味しかったです。美味しいものもたくさん食べて、え、そう、ドンキーホーテ、あれドンキーホーテ、びっくりドンキー、そう、ドンキーホーテも私行きたいとかずっと言っちゃったんだけど結果行けなくて。ドンキめっちゃあるね。びっくりドンキとかメガドンキとかもめっちゃあった。メガドンキたくさんってびっくりした。道走ってたらもうね 3,4 回ぐらいメガドンキ見た。びっくりした。でびっくりドンキの方はびっくりドンキーの方はなんかユーハンさんがびっくりドンキーが好きなのかな、そうみたいで、そうびっくりドンキーがその行くところの途中の道にあるから行きたいって言われて、で、え、意外とびっくりドンキー好きなんやっていうので驚いた。ギャップだったギャップだったね、それはギャップでした。え、そんなに好きなんですかってなった私もでも好きだから久しぶりに食べて、あのドレッシングの美味しさに驚いたね。いや、ドレッシング美味しいですねって話して美味しかったです。そう、美味しいものたくさん食べて、まあよく汗もかいて頭も使ってすごい楽しい日だった。いや、車庫入れが大変で、これまたそう、すごいね、ドキドキした。あの、そこはもうファインプレーで私も協力して二人で頑張り乗り越えました。うん、あのサウナの後もうお風呂入っちゃったもう全身もうピッカピカよ、ピッカピカになってでもう帰ったんですけど、いやー幸せでした。うん、でなんだっけ、あ、で今日、今日から、昨日の夜からなんだけど、あと今日あれ毛利さんやってる、今日毛利さんやるんですけど夜中に。そう、毛利さんあるから皆さんぜひ見てみてください毛利さんあるよ、見てね、ぜひ。占いです。ちょっと私全然目立てなかったんですけど、いるから探してくださいいるから探してください。私出るよ、今日の毛利さん、だから見てみてね。出ます。そう、でも占いは面白いね、いろいろね。そう、ウォーリーを探せじゃなくてミューを探せをしてください、お願いしますそう、見つけたら教えてどうやって教えてもらおうか、やじ込め、ツイッター。楽しみって感じで。あ、明日サンリオ行くよって、楽しみだね、待ってるよサンリオ。私もちょっとドキドキしてきた、明日できるかな、ちゃんと。正月さ本当に怠けてたからさ、山口の話するか、山口での話。そう、本当にね、正月はね、久しぶりでもないのかな、でも去年は成人式があってバタバタだったし、本当に今まで結構1月にコンサートがあったんですよ。だからあんまり1月ゆっくりできた記憶がなくて、もう何十年は言い過ぎだね何十年も AKB いないし、そう、もう久しぶりの1月ゆっくりできて、山口帰省して
やっくりできた。やっくりできたよ。ゆっくりできたよ。うん、明日後ろの席で見る。待ってるね。後ろの席でも関係ない。関係ないよ。探すよ、頑張って。そう、でもちょっと探しきれなかったら、それは本当にごめん。その時は本当にごめん。でも応援もね、伝わってるので。そうで、まあ、まず今回山口帰省の間にすることはもう決まってたんですよ。まあ、まず、まあ、ワクチン接種は絶対したくて、体育からね、体育から3回目のワクチン接種は絶対したかったので、まあ、ワクチン接種したいなっていうのが一つあって、で、あと、まあ、お宮参り行きたいよね、お宮参りじゃない、初詣行きたいよね、初詣行きたいよねっていうのがあって、あとひいおばあちゃんに会いたいよねって感じで、そう、もう結構決まってて、スケジュール的には、そう、この日はこれやろう、この日はこれやろうみたいな決まってて、でメールにも結構全部書いてたと思うんですけど、そう、メールに書いてたようなことをしてました。私結構ほんと一日で忘れちゃうからさ。あー、そうそう、でサンタさんが来た話ね。そう、なんかね、家帰ったら、あの、21歳、誕生日ね、クリスマスプレゼントが来てて、そう、クリスマスの大きい袋も渡されて、中見たら服が入ってました。すごくね、すごい可愛い服で、今日も着て帰っちゃった。で、あの、今日着た服の上着って言ったらいいの、羽織るもの、上着の、新しく買った上着だったの、それが新しく買った上着で、でセットだったのね、なんかチョッキみたいなやつと下の布団の長いやつでセットのやつだったんですけど、セットのやつ、あ、ちなみに、あのサンタさんは、あの、おばあちゃんくれたの、おばあちゃんね、おばあちゃんサンタさんがくれたのよ、おばあちゃんサンタさんが、おばあちゃんサンタさんがまさかの用意してくれてて、おお、滑らせるところだったぜ、危なかったぜ。ああ、そうで、そのセットだったんだけど、そのおばあちゃんサンタからね、もらった上着、え、なんか説明が難しいな。でもなんか買った上着をひいおばあちゃん家に行った時に、ひいおばあちゃんがなんか、あんたそれいいねって言われて、インスタに載ってた、あの、パーカーの上に着てた、あの、ファーのチョッキみたいなやつ、わかります？皆さん見ました？ね、写真見せれるかな。あ、これです、この上着、この上着がね、このモコモコのやつをひいおばあちゃんが、あんたそれいいねって、あんたそれいいね、私にくれんかねみたいな言われて、ひいおばあちゃんにね。で、なんか別に良かったので、え、いるって言って、あの、あげたんですよ。あげたの、買って3日ぐらいで手放しちゃった。そう、ひいおばあちゃんがね、あの、デイサービスにね、通ってたりするんですけど、あの、デイサービスに来ていってくれるらしくて、そう、でも結構おばあちゃん、ああいうモコモコしたやつはパジャマにしちゃうので、あの、ひいおばあちゃんね、ひいおばあちゃん、ああいうモコモコしたやつは、あの、もらったのにパジャマにしちゃう傾向があるので、あの、できるだけ、あの、毎日行くであろうデイサービスの、あの、ちょっとね、外に出る方のデイサービスの方に、そう、着てってくれたら嬉しいなっていう着てってほしいなって思ってる。そうね、でも結構ひいおばあちゃんはセンスがいいから、なんかひいおばあちゃんが欲しがるものを買えたんだっていうのが嬉しかった、個人的に。そう、おしゃれ着にしてもらわないと、パジャマにされたらもうたまったもんじゃないです。そう、だからどうしてもパジャマじゃなくて、あの、デイサービスに着てってほしい、本当にそれはお願いって感じ。モコモコしててあったかそうやね、それいいね、欲しいわって言われて、そう、
そう、買って3日、来たのほんと2日間ぐらいでもう開けちゃいましたけど、けどまあデイサービスに来ていってくれることを願って、はい。ひおばあちゃんね、でもね元気なんよね。まだねちょっとみんなが想像してるひいおばあちゃんよりかは若いかも。元気なひいおばあちゃん。まああげたりして、でも元気でいてもらえることが一番嬉しいからね。そう、会えて嬉しかった。また畑仕事してる。なんかすごいひいおばあちゃん家で作る野菜は全部美味しくてすごい大きく育つんですよ。畑がいいんだろうね、なんか土がいいのかもしれない。すごいいい感じ。その私たちが行った日も朝から畑仕事してたらしくて、畑仕事してで洗濯物もしてて、そうすごい元気なおばあちゃんです。ひいおばあちゃんか。そう、私の家呼び方がずれてるからさ、ママのことがママでおばあちゃんのことを母さんって呼んでて、ひいおばあちゃんのことをおばあちゃんって呼んでるんですよ。だからちょっと一世代ずれててややこしいよね。私も言っててなんか混乱する。説明するの難しいね。ね、あとさ、みんなに質問なんだけどさ、お年玉って何歳までもらってた？お年玉って何歳からもらうものなの？あれ、あ、何歳からもらわなくなるものなの？みんなは何歳ぐらいでお年玉はもらわなくなった？高校まで？あ、高校まで多いね。そっか、あ、大学終わるまで。あ、そうだね、私の家も大学終わるまでかな。そっかそっか、なるほどね。なるほど。なんか私12歳からさ、やっぱ AKB やってたからさ、親もいつまでだろうってなってそう。私もいつまでもらえるんやろうと思って、でももらえるうちはありがたいと思ってもらってます。もらってるんですけど、けどいとこにも今回は私もあげました。あげた。ね、トランプババ抜きみたいな感じで3枚あの値段をねそれぞれ変えて、で一番高いやつ、まあ真ん中、一番低いやつって3種類作って、あのいとこちゃんが3人いるんで、そう、それで3人に引いてもらって。やった、来た。そしたらさ、一番上のいとこがさ、まあ、ショールームでよく話すいとこ1号なんですけど、お年玉ちょうだい、あげない。あげない。そう、いとこちゃん、一番上の年上のいとこが、あの一番低いやつを引いたわけで、なんかさすがにかわいそうじゃん。だからもう何回かやらせてあげようと思って、そう、あともう何回かやらせたんだけど、でも結果はなんかもう一番高いやつを一回も引かなかったの。もう真ん中か一番下しかなくて、いやもうなんでってなんでって思って、いや本当に困った。けど結果はもうルールも撤廃した、もうなくした、完全にゲーム性完全になくして、結果お年玉、名前に一番高い、一番年齢高い子から高い順にどんどん値段を入れてって渡しました。いや、さすがにさ、何回か やらせたらさ、1回ぐらいはね、一番高いやつ引くと思ったんだけどね。そう、受けたね、あれは。笑った、めっちゃ笑った。なんでってなった。もうルールはなくしました。だからいや、ランダムの難しさを知りました。
だって一番下の子さ1歳ぐらいだからさ、まず弾くことも難しかったわけ。なんかあみたいな、あみたいな感じやからさそう、保育園ぐらいだったらね、もうなんかカードを引くってことを分かるけどさ、そう1歳だとねカードを引くってことがねまず難しかったりしてね、ちょっともうちょっと値段上がったら、あ値段じゃないや、年齢が上がったら再挑戦したいなって思った私来年で大学生終わっちゃうから、年玉来年までかなね、もらえるうちにもらっとこう。もうこれだけが自慢なんだけど、お年玉本当に貯め続けてて、全然できるだけ手つけないように頑張ってるの、あの生まれた時から生まれた時からあのトイプードルとパピオンだっけ、なんかねワンちゃん3匹飼いたかったらしくて、当時私はワンちゃん3匹とあと家を飼いたいから、お年玉使わないって言って断固として使ってこなかったんですよ。そうもう本当に偉い、だからど今どうなってるのか何にも知らなくて、本当に偉いよね、本当に偉いと思う。そうでも本当に貯めてきたから、もう来年で終わるんだったら来年で終わるで、ちょっともう合計額が知りたいよね、気になる。そうでも本当になんかちっちゃい時本当に犬が欲しかったの。もう今はパル君がいるから、もうパル君とエイト君もいるから、その2人に愛情を注いでるんですけど、当時ねシャルちゃんっていう前の猫ちゃんがいて、シャルちゃんはもうね私が生まれる前から家にいたから、本当にねお姉ちゃんみたいな感じだったの。お姉ちゃんじゃないおばさんみたいな、おばさんみたいな猫ちゃんがいてね、だからなんか人懐っこいって感じじゃなかったわけよ。人懐っこいって感じじゃなかったから、なんか懐いてくれる犬が欲しかったの懐いてくれる犬が欲しくて、そうパル君の前の猫ちゃん、パル君もそのシャルちゃんに似てたから、なんか運命感じちゃって、そう出迎えることになったんですよ。だから本当にいろいろな始まりいろいろな始まりの猫ちゃんです。シャルちゃんがすごい来たんですよね。あでも性別違います、パル君は男の子、あれシャルちゃんもどうだっけ、あで山口立男性したけど、山口いる間そう、それでエイト君の散歩には2回ぐらい行ったかな、2回ぐらい行って、でパル逆にパルとさあんま入れなかったの今回。パルが結構猫ちゃんってさ優柔不断っていうか気まぐれじゃん。そうでも最終日今日の朝可愛くて、朝ね挨拶しに来てくれて、でパルちゃんって言ったら私の布団の中入ってくれたの、嬉しかった。私の布団の中入ってくれて、そう可愛かったです。で私の温か私の入ってた布団の中にパルちゃん入って、でそこで寝だしたので、もうそこをそーっと私はそーっと置いて部屋を出た本当に可愛かった、本当に可愛かった、写真撮っておけばよかった。で今日朝私はメイクちょっとしたんですけど、顔が真っ赤になりましたもうなんかそのパルちゃんを触って触ったところがなんか赤くなってて、本当にそうだけど、まあ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 幸せと引き換えよね、しょうがない。エイト触っても私痒くなるんですよ、だから何触っても痒くなるんで動物は、どっちみちねでも最後に触れ合えて本当によかった、よかった、うん、連れてきたい連れてきたい、やっぱ一人の部屋は寂しいから連れてきたい。そう猫アレルギー、私こそさ猫アレルギーのさ歌詞合うと思う。
相手役はパルオとして、パル君として、私本当に猫アレルギーの歌詞合ってると思う。ね、君の家には可愛い猫がいるよねってよりも、君が可愛い猫だよねって感じだけど、そう、本当に猫アレルギーの歌詞合ってると思う。なのに私猫カフェとか行っちゃうんですよ、犬カフェとか。そう犬カフェ行った後本当に大変だった。もう痒くて痒くて、だからマイクロブタさんは痒くならないから本当に合ってます。え、ズッキー猫アレルギーじゃないの？じゃあ私がセンター変わるよ私がセンター変わるよ。うん、いや、マイクロブタ、マイクロブタって歌ないかなマイクロブタって歌ないかな。でもさ、君はどこまで、君は今までどこにいてたっけ。あ、ちなみにアレルギーは私動物の毛がダメなんです。そう、動物の毛が全般ダメで、だから毛が抜けない動物系は大丈夫なんじゃないかな。そう、マイクロブタ、マイクロブタっていう。君は今までどこにいただっけ。千織さんがセンターの曲さ、なんか被り物してたじゃん。あの被り物動物なんだっけ、なんかの動物の被り物してて、そう、牛だっけ。で、動物園は好きよ、行くけど、まあ、痒くなるよねっていう。そう、でも発症したのがあれなのよ、発症したの小学校なのよ。だから小学校までは全然普通だったの。だから動物園すごい大好きだったんだけど、そう、発症しちゃったからさ。あ、ワニ多分大丈夫、毛生えてないもんね毛生えてなかったら大丈夫。アレルギー検査、それがね、アレルギー検査するのもちょっと本当に聞いてほしいんだけど、急にね、高熱が出たの。急に本当に高熱出て、すっごいしんどくて、で病院行くじゃん。で、一応なんかアレルギー検査してみましょうって言われて、でアレルギー検査したらなんか一気に出たの、その当時ね。いつだったっけ、いつかちょっと忘れたけど、小学生の時、その時に一気に判明して、それまでアレルギー全くない人だったんだけど、なんかその高熱が出た理由も多分アレルギー反応で高熱が出て、そう、一気にね、なんかハウスダスト、あと花粉症、動物の毛ダメとか、そういうアレルギー症状が一気に出てて、それで高熱が出たんです。びっくりだよね、なんかスイッチが急に入ったみたい、私の中でもうアレルギースイッチオンみたいな、びっくり。そう、急に発症してびっくりした、本当に。そう、花粉症持ってるし、ダニもダメだし、ハウスダストだし、うん、ピタゴラスイッチオンアレルギースイッチオンって感じ。マジ本当に本当にびっくりした。すごいよね、こんなことあるんだって思った。みんな気をつけてね。だから限界値超えたんだろう。え、言うよね、アレルギーになる人って限界値超えてるって。超えたからなるんだよね。その代わりご飯系のアレルギーはないです。そう、だからご飯はバクバク食べれるから全然問題ないんだけど、そう、動物だけがね。無菌のところね。いや、でも人間はね、しょうがない、それはしょうがない。うん、あと、そうや、初詣で屋台に行って、綿あめがなかった。綿あめが食べたかったの、私は。そう、綿あめが食べたかった。なのに綿あめがなくて、
そんなことある？って。今ってないの？最近見ない？嘘。そうだからね、私は食べたかったの。屋台で食べる綿あめが。でもなくて、本当に残念でした。だからパインアメ食べたけど、パインアメがなんかあんまでした。あんまでした、あれ。あのパインアメあんまでした。りんご飴が美味しかったです。なかなかついてない日でした。多分パインアメね、ドライフルーツだったの、あれ。普通に多分生のパインアメを輪切りにしたパインを飴にしてたら美味しかったんだと思うんだけど、そうけど、ドライフルーツの飴だったのね。ドライフルーツのパイン飴だったから、もうドライフルーツ自体にも結構砂糖みたいなのついてるじゃん。それプラス飴だったから、もうなんかすっごくて、すっごい甘くて、そう、想像してたのと違くて、そう。でもね、パイン飴やっぱ可愛かったから、そう、また今度ね、挑戦してみたいと思う。ちょっと美味しいパイン飴を探してみようと思う。そう、ドライフルーツちょっとね。あ、キウイ美味しそう。キウイもいつか食べてみたいな。フルーツ飴結構好きだから、ちょっと屋台があったらいろいろ食べてみたいなと思いました。キウイ食べたことないんだよね。いちごは食べたことあるかな。あとぶどうも食べたことあるけど、そう、パインアメだかが今回初で、そう、キウイも食べたことないかな。で、あと、オンニシタオのだらしない仕方、嬉しい。大晦日公演ね、すごい話がいろいろてんやわんやになっちゃうけど、まあちょっと自由に話します。 大晦日公演、大晦日公演来てくれてた人ありがとうございました。結構いたのよ、下尾ファン、ミューディー結構いて驚いたんです。そう、でもなんか緊張しちゃってさ、みんなのことちゃんと見れなかった気がして、少しでも見れてたらいいんだけど。そう、 AKB で「紅白歌合戦」をしたんですけど、私はひーちゃんのホワイトの方でやったんですよね。で、大西タオで大西と私の2人でだらしない仕方をやりました。 行きたいとか言ってくれて嬉しい。投げてくれた人も嬉しい、ありがとう。 いやー、楽しかった。いや、お祭りだよね、楽しかった。本当に好きな曲して悔しがって 楽しかった。いや、ほんと悔しかった。カヌレ食べたかった。 カヌレ食べたかったよ、本当に。ね。で、その前の日だっけ、大西とレッスンしてて、で、その流れでショールームしたんですけど、その時に私行っちゃいそうになって危なかったの。本当に危なかった。よかったと思って、なんか行っちゃいそうになっちゃった。その私たちはホンダチームホワイトで頑張ってるからねみたいな。そう、行っちゃいそうになって、あ、そっか、まだチームまで言ってなかったかと思って、そう、ひーちゃんのまで言っちゃって、そう、うわ、言ってないかと思って、危なかった。あの時も実はだらしない怪し方の練習してました。 カヌレをね、負け、あの時は本当に小田に申し訳なかった。なんかあんなに私たち頑張ったのにねっていう。でもさ、頑張ったのは両者一緒じゃん。ね、でもカヌレ愛はやっぱお代理が一番だと思ったから、いや、あれは悔しかった。
なんかごめんって感じ、お代理ごめんって感じ。でも結局お代理があのカヌレを持ってあの配布する係でしたそうバスのその後バス移動だったのでカウントダウン TV そう年越しのやつに、それでバスの中でそうカヌレいる方って呼びかけしてくれてそう配る係してくれてました。あのずっと持ってた箱をあれをそれお代理のってぐらいお代理がちゃんと自分で持ってあのくださいって言った人にはいどうぞって配ってましたね。支配人してたカヌレの支配人めっちゃ面白い。支配人してた、そうそうそう支配人してました。責任を持ってちゃんと美味しいカヌレを食べてもらうっていう位置をしてた本当に面白い。お代理急になのかな、なんかカヌレのイメージなかったからさ、なんか去年で一気にカヌレのイメージがついたかも。お代理の差し入れお代理への差し入れはもうカヌレって感じ。ネオンキッズやってたからさ、あれ好きなのかと思ってたんだけどさ、あのマカロン、トゥンマカロンめっちゃ食べてたからトゥンマカロン好きだと思ってたけどカヌレだったみたい キョカタム手作りカヌレ作ったの？かわいい。あ、トゥンカロン、トゥンマカロンごめんね、おばさんでちょっともうおばさんすぎてトゥンカロンだわ、おばさんだ、ごめん太っちょマカロンって韓国語で訳す、日本語だとさ韓国語のトゥンってさ太っちゃうみたいな意味やからさ、もうおばさんすぎてごめん太いマカロンイコールトゥンマカロンって言っちゃったトゥンマカロンって言っちゃった。トゥンカロンね、トゥンカロン、そう若者の言葉難しい、トゥンカロン、トゥンカロンね、そうトゥンカロンが好きなのと思ってた。そうトゥンカロンが好きだと思ってたけど、あのカヌレなんですね。うんねえいやトゥンカロン美味しいよね、大好きでね、あのネオンキッズだと本当にすごい分かりやすくて、お代理はマカロンあげればいいし、リンちゃんにはバスクチーズケーキをあげればいいんです。なんかだんだん分かってきました。なんか仲いいメンバーのことは大体分かってきた気がするぞ。チェリカにはマカロンでしょなる、なんだろうね、なるはでも結構甘めなものが好きだから、なんか王道系の王道で甘めなものを結構あげるかも。いぶりがっこもそうだね。でもコーヒー系はね、あた絶対大丈夫、コーヒー系なら絶対大丈夫。ナギはあの火鍋ナギは火鍋を誘います。なぎは火鍋を誘えば大丈夫です。それなるはワンピース系だね、ワンピースのこととかだね。で仰天はチョコじゃん。大西が意外と、でも大西は私オムライスのイメージなんだよね、オムライスのおむすびのイメージ。そう面白いね、なんかみんな。なぎちゃんは火鍋多分火鍋、あとなぎちゃんにはあのガチャガチャの話をする、ガチャガチャ、なぎちゃんが好きそうなガチャガチャは分かってるので、そのガチャガチャをあの一個回してなぎちゃんに渡すそ
そう、セリカはマカロン、セリカはマカロンでございます。大西はほんとオムライスのあのおむすび、コンビニ売ってあるやつあるじゃないですか、あれのイメージだな、のイメージ。私結構何でも好きなんだよね。何好きなんだろう、何もらったら喜ぶかな喜ぶかな兄ちゃんバスクケーキ、チェリカマカロン、あ、私常温生菓子確かに喜ぶ、常温生菓子喜びます常温生菓子美味しいよね、好きです。いくら、まあいくらも好きだけどさ、いや美味しいよ和菓子は、和菓子好きですね。タケノコはちょっとすごい、すごいわすごすぎる。グラコロ食べた。あ、で年末私ポケモンかなりクリアしました。あとちょっとだけ、ほんとあとちょっとなの、あとリーグとかなんか3種類あるのよ、3つあるんだけど、その3つともあのヌシアもクリアした、あ、ヌシもまだか、あの3つストーリーがあってそれ全部攻略しなきゃいけないんだけど、その3つともあの一番最後のステージだけ残して終わってて今、だから全部クリアしてはないんだけど、もうあと最後のステージをやれば終わるっていう段階まで行きました。本当に頑張った、頑張ったぞ自分本当に頑張った、本当に頑張りました。いやもう諦めたもん途中、無理だって思った。で今はだから帰りの飛行機とかであのレベル上げをしてました。いとこにめちゃくちゃあのポケモンを分けてもらってやり方も教えてもらって、そう。でもねこれからはあの舞台のこともあるから、やることもちょっとあるから、そこら辺もやりつつ、そう舞台がねそろそろ迫ってきてるんで、もう1ヶ月もないですよね舞台がね。セリフも覚えてきたけど、まあ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 、そう本当ねポケモンのね実況、ゲーム実況とかしたかったんだけどタイミングもなく、稽古はねそう今月にあるんですよ実は、近々。そう今月末ってやばくない全然そんな感じしない、本当にすごいね、ドキドキしちゃう。明日はね楽しむ、明日は楽しむよ、だって楽しいことばっかじゃん、明日キャラクターさんと会えたりするのかな、ワクワクドキドキするな。ポケモンはバイオレットやってます。そうアクスタもコラボしててね、本当に楽しみだよね。衣装もね可愛いんだ、明日の衣装可愛い衣装なんだよね。うん、あランダムだなあのアクスタ、じゃあちょっとみんなに私のアクスタが届くことを願ってる、あのちゃんと私が好き、私のことを好きって言ってくれてる人にアクスタがちゃんと届くことを願ってます。私はねポチャッコが好きなの、だからポチャッコとアクスタもコラボしてて、そう当日券どうなんだろう、わかんない、調べてみて調べてみて。
まあ当たることを願ってます、私は。そう、でもまあ久しぶりにこうやって配信できてよかったな。あ、急に 急にね、急に締め出せちゃうんだけど。あと何だろうね。あ、まだ売ってるらしいですよ、サンリオのこと。ぜひ。今日ね、本当はカラオケ行きたかったん。あ、てか今日のこと話せばいいんじゃん。今日のことはね、朝前野口から帰ってきまして、でその後ね、ベッドのシーツとかを変えたかったの。布団のシーツね、シーツ変えたくて。だからね、シーツずっと白だったの。だからなんかだんだん結構年季が入ってきまして、買いたいなと思ってまして。イメチェンしました。なんかできるだけ長持ちできる色合いにしたんだけどそうでね、それに合わせてクッションも2つあるんだけど、そのクッションもちゃんと変えたんですね。そうで、私の今回のベッドの LY はだから結構ブルー白系、グレーブルー白の3種類に揃えてて、ぬいぐるみもだからヌオーでしょヌオースティッチ、あとサメニャン、フグのサメニャンいるんで。そう、あとプチャッコもね。そう、そういうそこら辺の好きな推しの色にも合うベッドにしましたあとね、あとなんだっけ、あとね、やっぱおしめの名前が出てこない、あれ、あの人ピンクの色なんだけど全然青じゃないのよ。この方は鬼滅の刃の方なんですけど、鬼滅の刃のサビトですね。はい、サビト。いや、ウパーも好きなんだよ。ウパーも好きなんだけどね、その進化系のね、もうね、ヌオも好きになっちゃったって感じなんですけど。そうで、サビトさんはねピンクの髪なので、ちょっとサビトさんをちょっと髪の毛の部分を隠す形でクッションを置いてます。できるだけ白、グレー、ブルーのこの3色で揃えれるように。チラチーノはタンスの上に置いています。タンスの上にね、ランちゃんがね、サイン色紙に書いてくれたやつがあって、なんかラブラブって結構ふざけた感じなんですけど、なんか癒されるから、まあ、それを飾ってやって、その横にピラコさんが書いてくれた私の Hey What's Up って言ってるやつと、部屋紹介してる私今部屋紹介してるんかな、と、あといとこちゃんが修学旅行の時に買って、宿泊学習かな、修学旅行の時に買ってきてくれた広島で のお守りなんかね、書いてくれたらしいの。優しくない？そのしゃもじにね、わざわざ書いてもらえるサービスがあったらしくて、それでしゃもじにね、ちゃんとわざわざ書いてきてくれて、こういうストラップなんだけど、ちっちゃい、優しいよね。だからそういうなんか癒しグッズを置いてます。癒されグッズを置いてますね。でそこにフリアさんからもらった絵本も置いてあったり、そう、いただいたものを置いてますねっていうところがあって、そう、まあ、そこにもぬいぐるみとか置いてますね。ね、で今リザードン育ててますあとお化けタイプ結構好きだなって思った、あドラゴンタイプ結構好きだなと思って、ドラゴンタイプでパーティー作りたくて、
ドラゴンパーティーって言ったけど、ドラゴンで、ドラゴンちょっと今後育てていこうかなって計画してるところ、ポケモンに関してはね。そう、ヌメラが好きで、ヌメラとかキバゴとか、あとふわふわしたやつふわふわした鳥みたいなやつとかも好きで、リザードンもドラゴンじゃないけどドラゴンっぽいもの好きなので、そう、お化けタイプも好きなんだよね。だからちょっとそこら辺の特化したものをパーティー作りたいなとかで、最近あのミニ竜が好きで、海竜になる前の段階、海竜も好きだし、そのもう進化過程全部好きで、ミニ竜の。だからね、ミニ竜ちょっと目覚め出しちゃっててやばいです。可愛いって思って、ミニ竜可愛いよね、もう可愛くて可愛くて仕方ないです。いや、色違い今探してるんですけど、なかなか見つかんなくて、すごい欲しいなと思って。やっぱポケモン人気だし、なんか再ブレイクしてる感あるよね。なんかまたみんなあのポケモン愛が爆発してる感じポケモンの推しになっちゃった。そう、まあそんな感じだね。タイプとか決められてないな、まだね。ちょっとまあポケモン話はちょっとお話し会でお話しできる方お話しましょう。もうまあちょっとまあ溜まってるよ、私は私はまだ溜まってるよ、ちょっと話しきれないこととかもあるよ。そうだね、スイッチ確かに流行ってるかも。みんなスイッチ持ってない？すごいよね。じゃあ何しようかな。うん、お話し会待っております。うん、だね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 。明日ね、そうね、見に行けない方も、だって平日だもんね、明日木曜、あれ明日金曜だもんね。難しいよね。まあ無理せずお待ちしております。まあ、来る方は気をつけてきてください。はい、まあ、来られない方はあのお仕事応援してますお仕事応援してる。うん、いいんだよ、ボケボマなしついていけなくても。その代わり他の話で盛り上がれるもんね。いろいろ話せる話題は人それぞれですからね。みんなそれぞれ趣味あるし、うん、楽しみだな明日。ちょっと充電が結構迫ってきてるから、何歌おうかな、何がいいかな。今日歌えるかな、歌うか。あれ歌おう。歌えるかちょっとわかんないんだけど、あるかな、あるよね。あれ、ないのこの曲は。うん、本当に。赤さたな、なあーないんだ。猫アレルギー歌おうと思ったんだけどなかったです。
何歌おうかな。みんな何がいいですか？何がいい？みんな。残った猫アレルギーね、ピエン、ハッピーエンド見て、私もいいなって思った。ハッピーエンドにしようかな。シャムネコある、シャム、逆にねシャムネコあるかな。あるかな、シャム。あ、ないでございます。ないでございますね、これは。やっほー。あ、にゃんけび48、確かに。うにゃにゃにゃ、うにゃにゃにゃ、うにゃにゃにゃ、うにゃにゃ、うにゃにゃ、うにゃうにゃよ。なんだっけ、にゃけび放てつだっけ。なーに、にゃけび、あった。はい、じゃあそれでは聞いてください。アイドルはうにゃにゃの件だ。おお、歌えるかな。どうぞ。
おすごーい。ここしかできない。うにゃにゃにゃうにゃにゃにゃうにゃにゃにゃ。他になんかあるかな、なんか歌いたいけど。懐かしいね。懐かしいも違うか。でもすごい可愛い曲だよね。うにゃにゃがうにゃにゃが可愛い。ファーストラビットね。お、ファーストラビット結構多い。ファーストラビットにしようかな。ファファフフワファファーストあった。はい、じゃあそれでは聞いてください。ファーストラビット。なるほど。
最初のウサギになろう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。じゃあそろそろ終わろうかな。スクショタイムしようかな。スクショタイムしたいと思います。じゃあスクショタイムしますね。いつもどうしてたっけ。ランキング発表が先。じゃあランキング発表しますね。13位からいきます。モンコンシーシップ寒いチュッカーよー。そして12位がハッピーバースデーテオネオさん。おー、12位おめでとうございます。ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアテオネオさん、ハッピーバースデートゥーユー。ふう、はい。じゃあ次11位がみつるさん、11位おめでとうございます。そして10位がケントさん、10位おめでとうございます。そして9位が星侍さん、9位おめでとうございます。そして8位がなべちゃん、8位おめでとうございます。そして7位がゆうゆうさん、7位おめでとうございます。そして6位がジョークスノーさん、6位おめでとうございます。そして5位がリムさん、おいちゅっかえや。そして4位がミホさん、4位おめでとうございます。そして3位が科学先生し、寒いちゅっかえや。そして2位が XD さん、2位おめでとうございます。そして1位がザゼロさん、いるちゅっかえや。はい、じゃあ14位から読んでいきます。ココアミ、ホアンさん、ナンナーさん、ほのかちゃん、テオネオさん、ウヨミテフクマロさん、フィンドポービーさん、ジュンヤさん、和田さん、ステンリー氏、ヘギョンに、アスランヒデちゃん、ヒデジロさん、おいしくなれ、おいしくなれ、え、モレモレキュン、モエモエキュン、PTY さん、チェンジ DC、プレッシー、トットシー、クラウドキューティーさん、ホイホイさん、ヤマちゃん、ファニーさん、KYS さん、ナンナーフォーテッドさん、マイさん、ノリタマさん、オスワルドさん、カックン、ヒロさん、ガスコインさん、ムメアさん、ウメタ、カートニーピースさん、星、鉄道好きコナンさん、池新井さん、大粒ちゃん、あと山口の総監督さん、シマヤンさん、ビッグママさん、ネ、ね、ちゃんタイさん、M さん、年の子だわ愛さん、ドトリシー、ピーヌシーさん、フロストさん、タロちゃん、タッキーさん、サノシー、サク、ん？サルカニーさん、焼きとうもろこしさん、チューシンさん、クリフォンさん、あやかにちゃん、ケンシンさん、トシフさん、ユキビカリさん、カニみそさん、トシジャケンさん、フッチャーミカちゃん、チホコさん、ユウスケさん、ユウトシさん、サトリーさん、ヤマハさん、ヤツフサーさん、ミキトさん、テナマさん、マホリン、エイトくん、アオくん、コッコさん、プレッシー、ムツキさん、メタルピーチさん、山崎、や、ん、ま、マッキーさん、マッキーさんさん、加藤 BB さん、KYK さん、タックン、アデノシンさん、ミッチー、クークー、ネルオさん、スーパー、カミオさん、いつもし、マントメガネさん、クロニオンさん、タイシくん、はい、100位まで読ませていただきました。ありがとうございます。じゃあスクショタイムいくね。はい、チーズ。はい、じゃあちょっと皆さんの方でもスクショタイム、あ、さっきの格好のやつとか、どうぞどうぞ。あ、うさぎか。あ、顔がくれた。以上かな。ありがとうございました。すごい囲い出してくれてありがとうございました。可愛かった、可愛かった、囲いがめちゃくちゃ。私はうさぎ顔とよく言われるので、まあ今年は年女じゃないですけど、
ね、たくさん飛躍できるように頑張ります。はい、じゃあ今年もよろしくお願いします。今年もね、たくさんショールームできたらいいなって思ってます。はい、月に絶対1回はやってきてるので、これからもそれは継続しつつ、そう、これからもやっていきたいなと思うし、ショールームでしかね、こうやショールームって貴重だと思うので、かなりそう、だから配信楽しみにしててくださいね、皆さん。私のショールーム楽しみにしててね。じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。じゃあまたね、おやすみなさい。チャジャイオーラテリサードカウンガン、またね、グッドナイト。